ベルサイユ宮殿、フランスカゼルタ宮殿の庭園、イタリア共和国カンパニア州宮殿は、王族、皇族などの君主及びその一族が居住する、もしくは居住していた御殿。初期は、ただ領主が今日構える城塞であったが、次第に豪華さを重視するものが主流になり、これらを主に宮殿と呼ぶ。元来、宮殿は、王族や皇族が居住する御殿のことを言うが、 進化の身分が立てた豪華な建造物のことも稀に指す。ホーフブルク宮殿の新宮殿。ウィーンの中心にある。第一次世界大戦まで代々のオーストリアハプスブルク家の皇居であった。主に宮殿は、君主が政務や外国施設の越見国家的な儀式などを行う外朝部分と、君主が私的な生活を行う内定部分に分かれる。 中世ヨーロッパにおいては、戦士階級と世俗君主階級が一体化していたため、城壁に囲まれた城塞の中に、国王や領主が居住し、君主が住み政治的機能を有する城塞を宮殿と同時に呼ぶことが一般的であった。しかし、時代の変遷とともに、城塞形式の有効性が低下したことなどから、防衛機能より見た目の豪華さ、壮大さや居住性を重視して、 都市の中に建設されるようになった。ヨーロッパ大陸諸国では、都市の中に建てられた貴族の壮麗な邸宅を指すことがある。ヨーロッパ諸語における、パレス、パラスト、パレ、パラッツォという表現は、古代ローマのローマの七級の一つである、パラティネスマンズに由来する。この丘に、ローマ貴族の多くが邸宅を建て、初代皇帝も居住したことによる。日本においては、 戦士階級武士に対して天皇の形式上の地位が保たれていたことから天皇の住居のみが宮殿と呼ばれ武士の住居及び軍事的基地である城塞とは明確に区別される。日本語の御所は宮殿とともに英語のパレスに意味が近い。イタリア語のパラッツォは宮殿というより単に大邸宅を指す語となっている。朝廷を参照資金上。 天守南面の道教に由来する宮殿建築のあり方が日本、中国をはじめとする韓国、ベトナムなどに伝わって東洋の宮殿建築の基本となっている。また、中国の宮殿では歴代皇帝の即位式や万寿節、結婚、それに元旦や冬至などを祝う時と重要な朝会、むしろ縁、出生、そして皇帝の葬儀など、 宮廷の重大な式典を行った、最も重要な建物である。式典が行われる時には、正殿前の広場に、管理たちが、ずらりと並び、全員で三気球高等の礼を行ったりする、君主の住居という役割以外にも、儀式を行う場としての役割もあった。イスラム建築を参照京都五所神殿へ土城、本丸、二の丸五殿首里城正殿また、 歴代天皇最大の古墳である、仁徳天皇の皇居、南馬高津宮古墳時代など、近畿地方は、数多くの宮跡が存在する。北京古宮、ポタラ宮殿岩塩満州国皇宮英国、編集バッキンガム宮殿フランス、編集ベルサイユ宮殿オーストリア、編集シェーンブルン宮殿ハンガリー、編集ドイツ、編集算数式宮殿ニーフェンブルク宮殿オランダ。 編集ハウステンボス宮殿ベルギー。編集王宮イタリア。編集サボヤ王家の王宮軍スウェーデン。編集ドロットニングホルム宮殿ノルウェー。編集デンマーク。編集スペイン。編集マドリード王宮ポルトガル。編集ギリシャ。編集ギリシャの王宮ロシア。編集エカテリーナ宮殿クレムリン大宮殿トルコ。編集トップカップ宮殿インド。編集ダクシュミー・ビラース宮殿湖の宮殿ファティプル。 シークリーマイソール宮殿モーティーバーグ宮殿対、編集応急継復具笛の応急カンボジア、編集大韓民国、編集ベトナム、編集サンクリスト宮殿、なお、このページでは、主な宮殿について、のみを挙げた。ありがとうございます。